公演をやらせてもらいたいんじゃが、いいかな？構わんが、あまり目立たないようにな。清涼に目をつけられるぞ。爆笑コンビ魔女と少年にそれは無理な注文じゃな。魔女と少年、僕の出番？そうじゃ、お主がボケでわしがツッコミ。安心せえ、多少滑ってもお主が愛想を振りまけばかわいいかわいい大受けじゃ。わしが書いた台本は覚えたの？うん、なんとか。さすがじゃな。じゃが真面目に台本をなぞるだけでは笑いの門は開かんぞ。お主なりのアドリブ、具体的にはこびこびなお愛想でお客の心をつかむのじゃ。できるかな、アドリブなんて。お主ならやれる。見つけるんじゃ、新しい自分を。具体的にはこびこびのこびを、うん、やってみる。よし、その息で本番じゃ。はい、どうもー、ラブリーコンビウィッチ&ボーイじゃよ、マギン。うん、新人だけど頑張っていくから、今日は顔と名前だけでも覚えていってください。僕が可愛い担当のフィーで、こっちのお邪魔な魔女がマギルーじゃよ。って誰が邪魔な魔女じゃい。にゃー。あ、思わずモノマネをしてしまった。モノマネ？今のはただの猫の鳴き声じゃろ。うん、今のは近くにいる猫の真似。にゃあ。いかん、滑った。じゃが今こそお会いそうじゃ。坊よ、こびこびの照れ笑いでピンチをチャンスに変えるんじゃ。今のはにゃーっていう猫の鳴き声と近くのにゃーをかけたシャレです。本当に近くにいる猫がそんな風に鳴くわけじゃなくて。か、解説を始めおった。血迷うなライフィセット、ダジャレを説明してどうする。でもアドリブでお客さんの心をつかめって言ったでしょ。丁寧に説明したら分かってくれる人もいると思って。やめておくれ、今さら分かられてもこの場が余計悲しくなるだけじゃって。それでもいいよ、滑るのなんて怖くない。それより僕はお客さんとの絆を大事にしたいんだ。芸人としても人としても正しいことを。あ、念のために言っておくと、この台本を考えたのはマギルーで、僕は言わされてるだけだから。お客との絆と引き換えにコンビの絆が引きちぎられた。もうお主とはやっとれんわ。だいぶアドリブが飛び交ったが、どうだったじゃろ。一つ言えるのは、マギルの台本が悪いな。濡れ衣じゃ。知ってますか？喋るペンギョンが出没するって噂。ペンギョンが喋る？本当なんですよ。夜の浜辺で話しかけられた人間が3人もいるんです。そりゃ面白い。とっ捕まえてマギルー奇術団の見せ物にしたいわ。そんなのんきな話じゃないんです。イズルトにはこの世の終わりに物言うペンギョンが現れ、罪人に裁きの言葉を告げるって伝説があって、そのペンギョンに遭遇した人たちはショックで寝込んじゃってるんですから。ゴーマではないのですか？違うみたいですが、かなり凶暴で、僕はリーゼマクシアの医学生ですと叫びながら襲ってくるとか。それが裁きの言葉？意味はわかりませんが、とにかく夜の浜には出ない方がいいですよ、絶対に。そう言われると出たくなるの。
お笑い公演をやらせてもらいたいんじゃが、枠はあるかの？あるが、イズルトの客は目が肥えてる。しょっぱい芸じゃ、帰り討ちだぜ。ほう、そいつは腕が鳴るな。おお、六郎、妙にやる気じゃな。実は、前から舞台に興味があったんだ。勝負度胸を鍛えられそうだからな。それ以上鍛えんでもいい気はするが、まあお主に多くは望まん。わしがしゃべくり倒すから、お主は適当に相槌を打っておればよいぞよ。おう、で、切り込まれたら切り返せばいいんだろ。刀は使用禁止じゃぞ。はっはっはっ、こら、わかったと言わんか。さあ行くぞマギル、気合い入れろよ。え、嫌な予感がするの。危険なコンビ、マギロー&ロクロじゃよ。マギンブイ。いやー、イズルトは潮風が気持ちいいところじゃの。潮風といえば、潮風は刀に良くないぞ。こまめに手入れしないと錆びるから気をつけろ。まあそういうマニアックな注意もあるんじゃが、潮風を嗅ぐと海の幸を食べたくなるんじゃよな。刺身に浜焼き、海鮮丼、見た目も美味しいのが海の幸で。海の幸といえば魚の三枚おろし。ここだけの話、三枚おろしは刃物使いの極意だ。魚に限らず、生き物の体には切るべき筋があってだな。というような物騒な話は置いといて、美味しい海の幸には奇妙な姿をしたやつが多いよな。タコとかタチウオとか。立ちようか。剣士として一度立ち会ってみたい相手だな。急にシュールボケかまされても対応できんのじゃが。いやいや、今のは剣士の俺が立ちようをライバル視するという直球のギャグで。ちょっと黙っておれ。おう。タコとか立ちようとか提灯あんことか、妙な姿のやつほど美味しいという話もあるが、確かにわしが大好きなフグもまん丸な妙な形で。まん丸といえばアルマジロウという妙に丸いやつに会ったことがあってな。いやー、あれほど丸いやつは後にも先にも初めて見たな。じゃかし、お主とはもうやっとれんわ。結構面白かったな。意外にもそこそこ受けてしまったのが悔しいが、どうだったじゃろう。一つ言わせてくれ。どう考えても相方がボケだろう。そうなのか。いや、お主は制御不能な自由人じゃよ。もし、わしらお笑い公演をやりたいんじゃが。構わんが、相方は俺だ。正直、お主が一番絡みづらそうなんじゃが。見損なうな。
こう見えても笑いには一加減ある。バンエルティア号に乗った気でいろ。すでに少し不安じゃが、まあお主の威圧キャラをいじりつつ、わしがボケ倒せばいけるか。いや、ボケは任せてもらおう。任せていいのかい。ふん、見せてやろう、死神のクールな笑いを。え、嫌な予感がするの。はい、どうも、愉快なコンビ、特攻死神野郎じゃよ。マギンピなんか、わしの決め台詞が奪われた。ええ、本日はわざわざのお運びありがとうございます。落語の登場人物と申しますと、ハッツァン、クマさん、大家さん、それから横丁のご隠居にバカの与太郎なんてことを申しまして。ちょいちょい、何を語り出しておる。どうもこうもない、枕で客の感触を探るのは基本中の基本だろう。いやいや、現代の笑いはスピードが命じゃ。つかみはほどほどに、しゃべくりで一気に回すんじゃよ。意義ありだ。古典を忘れた笑いには未来もない。そういう硬いのが古いんじゃよな。笑いはもっと進化せねばいかんのじゃ。ニューウェイブ気取りか。えこら、今舌打ちしたの。いや、したじゃろ。コンビのリーダーはわしじゃぞ。笑いの法則以前に序列を守れ。すんませんでした。分かればいいわい。で、今日は何をするんじゃ。時計のモノマネをやる。完全に舌打ち。もう、あの人はやっとれんわい。ふん、久々にやりきったな。練習を重ねたネタじゃが、どうじゃったじゃろ。ネタはそこそこだったが、相方さんが怖くて笑えません。何？ごもっとも。結果発表。全員とコンビを組んでみた結果、お主らがまったく使えんことが分かった。ごめん。別に悔しくないけど、そう言われると腹が立つわね。じゃので、わしとビエフーとのコンビでマジルーに挑むことにする。はいデフ、準備はできてるデフよ。勝負ネタはお箱の猫エンペラーデフか、それとも鉄板ネタの機械人の逆襲。いや、ここは破壊力重視じゃ。井槌の雷様で行く。ということは、山場の雷を連続で落とすくだりは。うむ、客の反応に合わせてアドリブで重ねられるだけ重ねる。抜かるなよ。了解でふー。つかみのトーク用にご当地ネタも調べておきまふー。頼むぞよ。あうんの呼吸だな。最初からビエンフーでよかったんじゃない。つまりこれがマギルーが用意していたオチということか。はあ、とにかくマジルーちゃんに会いにローグレスに行きましょう。勝負じゃマジルー。なるべく万全じゃない状態で出てきやがれ。マジルーの公演は当分ないよ。なんでじゃ。わしとビエンフーのコンビ、板かまぼこに恐れをなして逃げたかい。いや、マジルーが師匠と大喧嘩をしてな、家出しちまったんだそうだ。何があったんですか。あいつが練習を休みたいなどと言うからだ。そういうこともあるでしょ、遊びたい年頃なんだし。とんでもない。一日練習を休んだら元に戻すのに3日もかかるんだぞ。だとしても理由ぐらい聞いてあげても。聞くだけは聞いた。ザマル衝動とやらに行きたいと言っておったが、そんな理由では。ザマル衝動？
そこは凶暴なゴーマの巣ですよ。なんだと。ふむ、マジルーがそこへ行ったとするとわしの不戦勝は確定かもな。そんなオチは認めません。マジルーちゃんを探しに行きますよ。ルル、家出娘じゃ。レコーディング、マギルーちゃんはみんなの希望。マギルーちゃんが助けるぞ。バッフローゲンブルを獲得。レース解放。肌なす者に秩序をもたらせ。ファインドオーダー。捕らえてない富士ヤマタノール。クーホンで攻撃そこよ。戦いかけろ。どんどん見せて。クーホンで攻撃そこよ。呪えられまい。捕らえられまい。投げつまる爆笑ゲーム。防御禁断。捕らえられまい。戦いかけろ。そこよ。しまった。遅い。そこよ。ダメージ。レコーディング。
師匠に反抗して飛び出したそうじゃな。違う、そんなんじゃ。言わずともわかるぞよ。わしにも面倒な師匠がおったからの。師匠なぞ勝手なことを言うしか能がない生き物じゃ。あら探しばかりしよって必死に努力しとる弟子の気持ちを知ろうともせん。うん、バルタ先生も私がここに来ようとした理由も聞かずにダメだって。いつもそう、芸が全てで何を話しても踊りのことになっちゃうんだ。私はもっといろいろなことを話したいのに。そうじゃろそうじゃろ。そんなクソジジイに自分を殺して付き合う必要なんてないのじゃぞ。行く場所がなければ紛れう奇術団に入れてやってもよい。あるのかな、そういう生き方も。無事か、ルル。先生、どうしてここに。それはこっちのセリフだ。なぜこんな危険な場所に来た。この洞窟に薬草があるって聞いたんです。先生の後遺症に効く痛み止めの。お前、わしのために。バカ者が。お前の素晴らしい才能をそんなことで犠牲にしていいと思うのか。そんな言い方って。ルール、お前を最高の舞踏家にすることだけがわしが生きている意味なのだ。年寄りの身勝手だと分かっている。嫌ってくれていい。だがどうかその才能を無駄にしないでおくれ。お前の踊りはな、こんな時代にも明るさをもたらすかけがえのない宝物なのだ。先生。やいやいやい、黒い悪い安いでおなじみのマギルー奇術団の前でとんだ三文芝居をするな。目障りじゃ、ピューッと立ち去れ。え、急になぜ。えい、お主らは場違いじゃと言っておるのじゃ。マギンプイ。これが正規の大魔法使いマギルー姉さんの実力じゃ。三流舞踏家の芸など相手にもならん。指定揃って恐れ入るがいい。恐れ入るもんですか。今の私じゃかなわないけど、先生が目指す舞踏はあんたの魔法にだって負けないわ。私はいつか理想の踊りにたどり着いてみせる。ルル言うたな。ならばせいぜい師匠と共に精進するがよい。マギルー奇術団はいつでも挑戦を受けるからの。マギルー、ありがとうございます。はあ、何のことじゃ。柄にもなくマジルーちゃんを導いてくれて。さてはって、導いたかどうか。ええ、あの師弟がこの先どうなるかなんて誰にもわからないものね。まったくの、死の期待に潰されるか、己が限界に絶望するか。死が弟子を、弟子が死を見限ることだってありうる。ヨシンバ・マジルーが死の理想を叶えたとしても、それが本当に幸せかどうか。マギルー、それはあなたの。ただの、自分を必要としてくれる者がいるなら、そやつと一緒にいたいと願ってしまうのが人情じゃろって。弱いわね、人間って。けどそれが人間ですよ。そう。おっと、柄にもなくオチのない話をしてしまうたわ。熱でもあるんじゃない。
たまにはいいでしょう。うむ、たまにはの。姉さん、僕が特訓したネタはどうなるんでふか。もちろん用なしじゃ。ビーン。結局オチがついたわね。